この時は雨予報となっていて、場内に桁も持ち込まれていないので、終電近くまでいて目立った動きがなかったら帰る予定にしていました。今回は特に何もなさそうかなと思い、秋葉原駅方面に移動したのですが、昌平橋交差点付近で大型のトレーラーが現場方面に向かうのを見て急いで戻りました。案の定、現場には先ほど見かけたトレーラーが入場していました。今まで大きな鋼材の搬入場面は見たことがなく感動しました。別角度からの撮影を試みましたが、プレハブなどがあり全くダメでした。中央線のホームからなら見えたかもしれません。雨が強くなってきました。泣き。慌てて移動します。ワンオペつらい。結局間に合いませんでした。この時点で結構雨に濡れてしまいました。機材へのダメージも心配になり、この後、桁の用銃がないことを祈りながら帰宅することにしました。今回の動画はここまでになります。最後まで視聴いただきましてありがとうございました。